というわけで、歩いてすぐのところに田んぼがあるんで、ちょっとそこにホタルいないか徘徊してこようと思います。うん、ホタル、ゲンジホタルがね、なんか一頭だけ出てる。そうなのよ、謎のね、ホタルが死にかけのがいたんで、その辺にもう出てるんじゃないかってことで。お、どうでしょうか、映ってる、これ。あ、ピント合ってないか。飛んでる、すごっ。徒歩30秒の川っすね、これ。直線距離にして20メートルぐらいっすね。いいとこ来たな、いいとこ来ちゃったな、これ。ホタルですね。ね、飛んでる飛んでる。マジ。捕まるもんですよ。ってことは、カワニナがいると。ホタルの幼虫もいるということですね。一回この川もちょっとガサガサしてみようかな。何いるんだろう。というわけで、もうホタルはゲットしたんでね。あとはちょっとトレーダーカーを探しに行きます。お、見てこれ、アジサイです。わあ、これも、わあ、これもそのうちめっちゃ綺麗になるぞ、これ。いい青だな。青はアルカリ性の土壌のところで咲くんだったっけ、どっちだったっけ。イチゴですね。何イチゴ、ヘビイチゴ。これあんま美味しくないやつか。わかんないですね、その使い方。ああ、色がつくんですか。へえ。お、つけてやる消毒。あ、綺麗これ。これなんか綺麗じゃない、これ。めっちゃ綺麗っす。こんななんか、こうなんか絨毯状に咲くの、この花。わ、綺麗。これはさすがに植物に興味がない私も綺麗だと思いますね。お、いいね。へえ。これ今の時期がベストなんかな、もしかして。おお。なんか不思議な花ね、これ。不思議な花でございます。わ、綺麗。なんだこれ。今まで気づきませんでしたが、こんなとこに池やったんだ。今ね、シュレーゲルかな、シュレーゲルは鳴いてましたね、今。こんな池やったんだ。なんかいるかな、これ。ちょっと昼に来ないとわかんねえかな。ヒゲさんが、ヒゲさんくしゃみしてますけどね。うわ、これマムシとかいそうだな。ちょっと足元注意して。あ、なんか、あ、ヤモリいた。そして蚊がすごい。あ、これやばい。あ、そしてヤゴもいる。やべ、これ。ヤモリか。ちょ、イオさん、池ありますよ。池っつうか水たまりだな。これ時期が良ければすごいいいな。フクロウが今泣いてましたけど。あ、なんだ、割とうちに近い方で泣いてるぞ。うちの近くにいるのか、これ。だいたい泣いてる場所は分かったぞ。まあ、また今度行ってみようかな。この辺はヨモギがいっぱい生えてるな。これは取っても怒られないやつかな。まあ、そのうちよもぎ餅でも作ってみようかな。ちょっと時期が違うんでね。来年かな。なんかさっきとは違うアジサイなような気がするけど、いろんな品種が植えられてるんですかね、これ。ああ、やっぱり。ちょっとね、明るいうちに目をつけといた田んぼのエリアがあるんですけど、やっぱホタルいっぱい飛んでる、これ。これは楽しみだな。多分もうちょっとしたら
もっと綺麗になると思うんですけどね。うわ、いっぱい飛んでんな。あー、わかんないだろうな。でも水路はこんな感じですね。いや、確かにこれカワニナとか巻貝の類すげえいっぱいいそうな感じです。3年張りなんですけどね、ちょっと年季が入って砂利とかが溜まってて、で水の流量もそこそこあっていい感じの川ですね。川？水路ですか。さあ、これどちらなんでしょうか。ちょっと失礼。どっちだ君。源氏と思われる蛍。あれ、あんま引かなくなっちゃった。すまん。ちょっとイオさんとはぐれましたけどね。イオさんは放念エビを探しに行ってますね。いるかな、今年。なんか当たり年とか外れ年とかあるみたいですけど。これなんか魚いるぞ。なんだろう。え、この水路いるんだ。へえ。じゃあ下流側の川普通にいるよな、これ。なんだろう。なんだろう。これ大変気になるところですね。外来生物ではないか、大変気になるところではありますけれども。なんか、なんだこれ。うわ、なんかいっぱいいるな。あー、でも、ヌマムツ系は一応いるかな。あと、タナゴか。あと、エビもいるな。へぇ、なんか、思いのほか魚がいっぱいいるな。ちょっとびっくりですね。なんだろう。ちょっと今、網とか持ってきてないんで、正体はわかりませんが、魚がいるぜ。これは楽しみだぞ。ちょっと今度釣りに行きましょう、この辺。結構水量がある、この水。中型？あ、ほんとだ。なんだろう。まあ、田舎の方ですからね。歩いてたら何かには出会うよね。なんだろうな。何かのお玉はいますな。なんだろうな。この足跡は、多分アライグマだな。あ、アライグマですね。アライグマいるんか、ここ。あ、これがわかりやすい。これっすね、この手形。アライグマです。アライグマさんはここで何をしているんでしょう。カエルいた。カエルとか食べてるのかな。馬がい。まあ、アライグマもカエルとか食べてるのかな。なんかアメザリはいなさそうだもんな。こいつはどっちだろう。鳴いているのとは違いますね。なんかこれ、田んぼのあぜから水が染み出してるんですけど、これ大丈夫なんでしょうか。めっちゃ染み出してるんですけど。こういうもんなんかな。これで正しいんでしょうか。まあ、そんな疑問は残しつつも、ちょっと放念エビはですね、今回見つかりませんでした。しかし、田んぼはめっちゃあるな。なんか、もっと、時間かけて探し回ればいろいろいそうですね。